春日は日本海軍の軍艦。日本海軍の類別は一等巡洋艦。春日型装甲巡洋艦の一番艦。同系艦は日清。春日は日露戦争で活躍。旧式化により1921年9月1日府で解剖艦に類別変更される。その後は練習艦として運用された。 太平洋戦争終結直前の1945年7月18日、横須賀で空襲を受け沈没した。艦名は、春日山に由来する。日本海軍艦艇の艦名としては2代目。1902年3月10日、本艦はイタリアアンサルド社において、アルゼンチンが発注した、ジュゼッペ・ガリバルディ級装甲寿命館、リバダビアとして寄港。同年10月22日、 浸水。1903年12月30日、日本海軍が購入。1904年1月1日、日本海軍は購入した、軍艦2隻をカスガ及び日清と命名する。同日府で2隻は一等巡洋艦に類別される。1月7日、カスガは竣工2月16日、2隻は横須賀に到着。5月15日未明。 旅順航閉塞作戦に従事中の本艦と二等巡洋艦、吉野は衝突、春日艦首の昇格が食い込み、吉野は沈没した。本事故を受けて、筑波以降の日本海軍艦艇は昇格を廃止するに至った。なお同日、日本海軍は戦艦2隻をロシア海軍の嫌いにより喪失している。8月10日、航海海戦参加。 1905年5月27日から5月28日にかけて日本海海戦参加。7月21日、第3艦隊に所属しカラフト占領作戦に参加。1914年8月、第一次世界大戦により、アモイ、フィリピン、インド洋、南シナ海で作戦行動に参加。1917年9月14日、オーストラリア西岸で座礁事故。 1918年1月11日、ランイン万華海峡で座礁事故。1920年5月、祝典参加のためアメリカ合衆国に向かう。1921年9月1日、日露戦争時の主力艦艇は解剖艦に類別され、カスガもう一等解剖艦となる。1922年9月より、シベリア出兵により、宴会集警備に参加。座礁した。 三笠救援任務に従事する。1925年12月1日、浮き校舎となった特務官富士の代官として運用実練習官となる。横須賀鎮守府の警備官としての駅務も担った。1929年1月、南洋諸島平洋調査に参加。1934年1月、南洋諸島、ローソップ島の日食観測活動に参加。 4月1日海軍公開学校所属の練習艦となる。1942年7月1日、日露戦争時より在籍の軍艦3隻は、軍艦席より除籍。特務艦に類別変更される。1945年7月18日、横須賀空襲で大破着艇。11月30日除籍。春日、が日本海軍史第9艦。 第十巻の召喚履歴及び官報に基づく。ありがとうございます。